ではですね、今日は漢字の極意ですね。漢字の極意、2ですね。前回ですね、漢字の極意を第1回目だいぶ前にやりましたけども、この2回目をですね、今からやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。大きく分けてですね、4つ、ご説明していこうかなと思っております。1つ目はですね、三髄ですね。三髄の、書き方とか間違った書き方。そして2つ目はですね、口ですね。口はですね、よく使うんですよね、口。カタカナのロですね。ロに似たようなこの口ですね。で、3番目はですね、草冠いきます。草冠もですね、よく使いますので。そして最後ですね、神尿ですね。神尿。三髄いきまして、口。口の書き方ですね。そして、草冠。そして神尿ですね。で、この極意をですね、今からですね、書いていきながらご説明していこうと思います。よろしくお願いします。まずですね、1個目ですね、三髄ですよね。で、三髄はですね、普通に書くと、まず点を書いてですね、で、こっちずらして書きますよね。で、そして、ここ大きく割れます。まあ、これがですね、大体一般的ですよね、この書き方。で、この書き方でもですね、いいんですけども、できるだけですね、うまく見せるような書き方。これがですね、2つほどありますので、これをですね、説明していこうかなと思います。どういう書き方かというとですね、もう実際にちょっと言っていきますと、2個目、2画目からですね、続けていくやり方ですね、2つとも。1つ目はですね、まず点を打ちます。ここは一緒なんですけども、次はですね、こう書いて、こうですね、こういう書き方、これをですね、書いていただくと、非常にですね、うまく、達筆に見えるんじゃないかと思います。よく、使っていく書き方なんですけども、右側がですね、こういうふうにですね、こう、ハの字でこう広がっていくような感じですね。で、そういう時にですね、これを使っていくのが結構いいんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、これを使っていい場合、漢字でですね、港っていう漢字ありますよね、港。ここですね、港。はい。で、こういう漢字の場合ですね、ここが、右側がですね、ちょっとこういうふうにこう、ハの字になってると思います、ハの字。で、こっち側もですね、全体を見ると、こういうハの字になってますよね、こう、港っていう漢字がですね、全体が。で、こういうですね、字を使う場合にですね、この書き方ですね。まあ、一つ目の書き方。カッコ1で書いておきますけども、一つ目の書き方ですね、これ。はい。で、二つ目のですね、書き方、どんなのがあるかというと、二つ目はですね、ちょっとカッコ2で書きます。二つ目は、第一画はですね、同じように、こう、点を打つやり方なんですけども、二画目からですね、ちょっと流していくような感じ。こういう風な感じですね。はい。こういう風な三髄の書き方ですね。これもですね、結構、字が上手い方とかよく使ってるんですよね。はい。この書き方とこれ、ちょっと使い分けていただきたいんですけども。で、これですね、どういう時に使ったらいいかと申しますと、右側がですね、さっきみたいにこういうですね、三角形、ハの字にこうならないようにですね、そういう感じの時に、この三髄ですね。結構有効じゃないかなと思います。まあ、例えばですね、このまま続けて書くと、はい。川村さんとかの川というですね。はい。で、これですね、右側が、どういう形かというとですね、さっきとはちょっと打って変わって、逆ですね。こういう逆三角形のような形。右側ですね。逆三角形。さっきですね、こっち。まあ、ハの字と言いましたけども、まあ、形で言うと三角形ですよね。こういうふうに。こういうふうに、下に行くにつながって、連なって、こう広がっていくような感じですね。とは逆で、こう、すぼまっていくような感じですよね。で、そういう字にですね、結構これの、書き方はフィットしますね。この書き方。で、この書き方で言うと、どういう字があるかというとですね。
基本的にあの右側がですね、画数が少ない場合とかに結構使う場合が多いですね。こういう一泊二泊の泊とかですね、こういうのに結構これは結構合いますよね。これもですね、どっちかというとこうすぼまってるような感じですよね。こういうふうに逆三角形ですね。で、1番目の書き方、あのもう一個ですね、ちょっとこっちに書いていきます。まあ、どういう字があるかというとですね、こうですね。で、右側が広がっていくの漢字。まあ、たくさん漢字あると思いますけども、まあ今回はちょっとこうですね、減税の減、まあこういう字を書いていくときに、これ1番目の書き方ですね。1番目のこの書き方、港という字を書きました。この書き方ですね。はい。で、これですよね、全体が右側がこう広がっていきますよね。こういう時に結構合いますね、三角形みたいな感じで。基本的にですね、まあこの三髄は、うまく書こうとしたらですね、まあ2パターンぐらい持ってたら結構あの有効じゃないかなと思います。まあこういうですね、2画目からこう続けてやるやり方ですね。それと、まあこっちもつなげて書きますけども、ちょっと形が変わりますよね。形がこの書き方とこの書き方、ぜひですね、ちょっと2パターン覚えて、いただけたらいいと思います。はい。で、これがですね、三髄の、書き方ですね。三髄の書き方で、2番目ですね。2番目、はい、これ三髄書きました。三髄ですね。で、2番目いきます。2番目はですね、あのこういうところに出てきましたけども、これですね、口ですね。口の書き方ですね。で、これなぜ口の書き方をですね、ちょっと今あの漢字の極意という題名でその中でやっていくかというと、口はですね、あの漢字の中でも非常にこう簡単なんですけども、あのいろんな漢字にですね、この口っていう文字は入ってるんですよね。まあ例えばこういう川村さんの川とかいう字も入ってますし、あのこれもですね、言ったら口なんですよね。まあ日の字なんですけども、基本的な口が大元になってますね。なので基本的な形ですね、それでよく使います。はい。で、この口なんですけども、よくですね、ある、まあ、書き方、2パターンぐらい書きますね。ちょっとダメな書き方は今から言います。まあ、ダメなのはですね、こういうふうにですね、本当真四角で書く方ですね。こういうふうに。これ、口。で、これをですね、もしこの中に入れたりすると、なんかですね、漢字がですね、これだけで、なんか押さなくなってしまうんですよね。これをちょっと入れますと、さっきの、川というですね、この書き方で書いてみると、はい、これどうですかね。これだけ入るだけで、あのなんかこうすごくこう漢字力が落ちるというか、なんかこう下手になった感じしませんかね。で、こういう書き方がまあ一つですね。はい、ここに書きました。この書き方が一つ。これちょっとダメな例ですね。で、二つ目のダメな例いきます。二つ目はですね、適当に書く感じですね。こんな感じ。最後のこれですね。これ。こういうのが良くないですね。形はですね、逆三角形、こう、すぼまってるような形で非常にこう、いいんですけど、最後のこの羽ですね。こういうのがちょっと邪魔して、汚く見えます。なのでこれでちょっと書くとですね、もう一回その川村の川っていう字で、ちょっと例を書いてみるとこんな感じですね。まあ下手ではないんですけども、ちょっと微妙な感じですよね。これ皆さんどうですかね。ちょっと汚い感じしません？汚い感じ。これ一字だけだとそこまでないかもしれないですけど、こういう書き方でですね、やると、これですね、こんな書き方でやると、
いろんな字にやっぱこれ口って入ってますから、こういう字はですね、いろいろこう目につきやすいんですよね。なのでこういう書き方はですね、ちょっとね、×ですね。はい。で、いいのはですね、ちょっとこっちに戻って、ここにちょっとちっちゃいですけど書いてみますけども、いい例はですね、下に行くに連なってこうすぼまっていくような書き方で、これはですね、スペースが大事ですね。スペース、はい、こことですね、ここをスペースを空けるんですよね。はい、こういう書き方、ここですね、ここスペース、これですね、スペースが非常に大事ですね。スペース、はい、これをちょっとスペースを入れていただくと、かなりですね、漢字力がぐんとですね、アップしていきます。はい。で、ちょっと例を書いてみますね。例を書いてみますと、ちょっと画数が少ない方が分かりやすいと思いますんで、画数が少ない感じで書いてみると、はい。これ飲むっていう字ですね。お酒を飲むとかの、飲む。はい。これはどうですかね。結構ここにですね、スペースを開けてます。開けるだけでかなりですね、漢字としては大人っぽいイメージがあります。このですね、1,2,3,4,5,6,7 画なんですけども、7画しかない中で、漢字をですね、うまく見せるっていうのは非常にこう難しいんですよね。画数が多いとですね、それだけで漢字ってかっこよく見えるんですけど、画数が少ないと、なかなかですね、バランスが難しいので、非常にこう、うまく見せるには非常にこう、難しいんですよね。なので、こういうですね、スペースと、すぼめで書くやり方ですね。こう、すぼめで書きます。逆三角形のような形。で、これ逆にですね、すぼめで書かないとどうなるかというと、ちょっとおかしくなるんですよね。さっき画数少ないって言いましたけども、画数は少ないので、結構ですね、ヘマしてしまうと、こう、かなりこう目立ちますんで。はい。ここまではいいですよね、結構。大人っぽい感じなんですけども、これをですね、こういう風に書きます。はい。これどうでしょうか。なんかこう、せっかくここまで書いてるのが台無しですよね。なので、こういう書き方とかですね、あとは、こんな書き方。こういうのですね、絶対にこうしない方が、いいですね。これを、はい。スペースを空けて、こことここを空けます。はい。そうやって書いていただく。で、これをですね、非常にこう癖づけると、いろんな漢字にですね、出会った時に、やっぱりこれ、口って出てきますんで、まあ、例えばですね、お名前なんかでも結構出てきますけども、これよく見ますよね。はい。何秋さんとか、年秋さんとかの秋とか、昭和の章ですよね。で、これのここ、ここ見てください。これしっかりこういうふうにこうスペースを取ってますけども、これがですね、こっちのこう、真四角とかになると非常におかしいんですよね。こういう風な書き方とかだと、あとこんな乱雑に書いてしまうと非常にこう、台無しです。あとはですね、お名前で言うと、ノブというですね、信じる。これもですね、これゴンベンですけども、ここだけ言うとですね、人弁とゴンベンなんですけども、ノブというですね、これを、こういうふうにこう、きちんと、すぼめて書くっていうことと、あとこのスペースですね、スペース。スペースが非常に大事ですね。はい。で、これをですね、もう、意識づけて書いていただくと、いろんな漢字にですね、やっぱ口って出てますんで、今回はちょっと2番目にこの口ですね、これの書き方。ダメな書き方とかいい書き方をちょっとやってみました。
はい。で、次3番目ですね。3番目。3番目はですね、草冠ですね。草冠。草冠も非常に多く出ますよね。はい。で、草冠の、基本的な書き方は今からちょっと書きますけども、草冠、こうなんですけども、例えばですね、この四角の中に草冠を使った漢字書こうとした場合に、気をつけていただくことはですね、これのですね、長さなんですよね。長さというか大きさ。で、草冠の、基本的な考えはですね、これ控えめですね、控えめ。草冠を使った漢字って非常にこうかっこいい字が多いんですけども、控えめっていうのがですね、ちょっとキーワードですね。で、どういう意味かというとですね、これがですね、一番目立ってはいけないっていう意味なんですよね。例えばですね、藤田さんの藤とかいう漢字で、これ草冠使いますよね。で、これでですね、これを目立たせようとしたらですね、ちょっと長く書きますね。はい。これよくですね、やりがちな例なんで、これぜひ見ておいてください。草冠ですね。で、よくありがちなのはですね、この草冠の中にですね、この藤の、肉付き編とか、右側をですね、全部入れてしまおうとする方が結構多いんですよね。はい。これが長いせいで、はい。これどうですかね。この中にちょっとわざと草冠の中に入れて書いたんですけども、これですね、非常に惜しいんですよね。で、草冠がですね、これ長すぎなんですよ。で、長すぎるので短くすればですね、一気にこれかっこよくなります。で、どのくらいで書くかというとですね、ここですね、このくらい。結構短めに書きます。ではですね、ここに今から書いてみますので、ぜひちょっと見ておいてください。草冠を使った、名字とかの方は、ぜひ見ておいてください。はい。かなり短く書いていただくんですよね。で、こういった場合ですね、ありがちなのは、ここに合わせて書かないこと。としたら、かなり痩せ細った布字になってしまいますので、これですね、まあ、半歩外に出るんですよね。こっから、ここのラインからですね、はみ出す。はみ出して、第一画を入れます。もうこのくらいはみ出して全然構わないんですね。はい。こんな感じ。で、ちょうどですね、こういう風に、さっきの三角形のイメージですね。下に行くにつら、連なって、こういうこう、ハの字になっていくような感じ。こういうイメージになってます。はい。で、右側もですね、注意なんですけども、第1画ここ入れました。で、第2画目ですね。これをですね、ここのラインから半歩出るんですよね。そうすれば、もう、かっこいい、よくなります。はい。ここが出ればですね、ここもおのずと出てきますんで。はい。はい。これどうでしょうか。形としては、こういう風な形ですね。はい。こういう風になると非常にこうかっこいいんですよね。これが本来あるべき、草冠の、姿ですね。で、もう一個ちょっと書いてみますね。こっちの例で書いてみます。ここを長くせずに短く書く。こういう字もですね、短く書いていいんですよね。薩摩の薩ですね。さっきみたいに半歩こっち、小里編出ます。はい。こっから飛び出すような感じ。こういうイメージですね。はい。で、次ですね、ここ。ここもちょっとライン出てください。こういう風にしていただく。はい。ここですね。こういう風に斜めになっていく。こういうイメージでございます。はい。これもどうですかね。草冠が、ちっちゃい
おかげで下が大きくなりますよね。なのでバランスが非常にこうよく見えます。ここを大きく描くってことですね。で、草冠はちっちゃめに描くってことですね。で、これバランスがですね、やっぱり非常に大事ですよね。バランス、バランスが大事です。で、あとですね、ちょっと注意点なんですけども、こういう字もですね、注意が必要です。よくですね、これで、大きめに書いてしが、しがちなんですけども、草という字ですね。草冠。草という字も草冠ですよね。で、そういう時もですね、はい。ここまでは、このくらいの大きさに書くんですけど、どこではみ出すかというと、半歩出るかというと、ここですね。はい。この草という字の、一番の見せどころ、かっこいいところは、この線ですね。この線。はい。こうです。これがですね、長いと、こういうふうに逆三角形になってしまうとですね、これがですね、台無しなので、基本的に草冠、やっぱりですね、こういうふうな、こう、ハの字ですね、になっていくラインが、望ましいと思います。はい。ではですね、草冠まで来ましたので、続き最後ですね。最後は、新尿ですね、新尿。で、新尿って結構、難しいと思いがちですよね。ですけど、よくですね、ちょっと、立ち止まって見ていただくと、非常にですね、もう簡単なんですね。簡単で、しかもかっこよく書ける字なんで、新尿ですね、もうめちゃめちゃ、そうですね、すぐにこうかっこよく描きたいとか上手くなりたいという人には新尿をですね、練習するのがもう本当におすすめですね。で、新尿の形、まずちょっと変えてみますね。基本的な形なんですけど、これですね、ちゃんと見て描いていただければ、非常にこうかっこいい形も最初からしてるんですよね。はい。まあ、新尿の形これなんですけど、これのですね、悪い例ですね。よくありがちなのは、結構早く書いてしまう方とかに非常に多いんですけど、まずですね、こう点を打ちますよね。で、こうやってですね、こうやって書く人。で、これですね、今、悪い点が、この中に4つぐらいあるんですけど、これ4つぐらいわかりますかね？ちょっとですね、わかりにくいと思うので、ちょっと大きくしますけども、これ4つぐらいダメなポイントがあります。これと比べてですね。で、まずは、ここの点をですね、全体的にこう、すぼまってるんですよね。はい。全体的に高さってこれだけしかないんですよ。で、こっちはですね、このくらい高さはありますね。高さをですね、結構分けていただくってことなんですよね。一つ目は、高い位置から点を打ちます。はい。で、ここぐらいになると、第2画目からスタートなんですよね。こう。で、これはですね、横に行ってますけども、ここはですね、上に上げます。下から入って斜めに上げますね。で、こういうふうにですね、まず下にこう、真下に下ろしてくるんですよね。で、ちょっと、ここをですね、ひねって、で、ここをですね、ぐるんと回す人が多いんですけども、回さない方が非常にかっこいいですね。で、それと、ここの点見てください。ここをですね、こうやって超えてしまう人がいるんですよね。超えたらですね、結構かっこ悪いので、超えた例はですね、ちょっと書いてみます。こういうふうに、こう書きますね。はい。で、本当はですね、ここまで。ここまでなんですけど、これですね、超えてしまうと、こう見てください。なんか変じゃないですか、ここ。はい。超えすぎると、これダメなんですよね。なので、最初に、入れた、ここの、ここでですね、始まりの線。ここを超えてしまうとダメなんで、ここで止めるんですよね。そしてですね、こっからと、ここの、こう、高低差がですね、なさすぎなんですよね。ここを見てください。このくらい高低差があります。なので、こういうふうにですね、下にこう下がっていくんですね。はい。
このくらいですね、ダイナミックに変えていただいて全然 OK です。はい、ここの高さをまず出すことですね。この高さ、そしてこっからここの高さを出す。で、高い位置から点を打つですね。で、あとはここのラインを越えないってことですね。で、以上4つダメなポイントがありますので、これをですね、そうですね、送るっていう字で書いてみたいと思います。信用がですね、かっこよく書ければ右側のですね、ところはおまけみたいなもんなんで、まあ、少々形がですね崩れても全然 OK です。はい、でよくありがちなのはこの辺からですね点を打ったりする方が多いんですよね。なのでこの上の高いところから点を打ちます。ここですね。はい、で次ですね、この辺真ん中ぐらいから上に上げて真下にこう置きますね。でこの辺でですねお尻を引っ込めます。はい、でここのラインを割らないように、はい、こんな感じですね。でもう一つですね、かっこいい書き方が信用あるので、お伝えするとですね、まず点を打ちますね。点を打ちます。でこっからこう上に上がりましたけども、第2画目はですね、ここからつながっているイメージですね。この辺からこう来てまっすぐ降りてきて、お尻をちょっと引っ込めてですね、はい、でここ出します。でここまでラインを割らないように、はい、こんな感じもですね結構かっこいいので、これ書き順はですね、右側が先ですね。右側書いてから信用なので、これだけは気をつけてください。はい、こんな感じですね。これ2パターンですね、この書き方。信用の2つの書き方。これがですね、1個目ですね。で、これが2個目の書き方。で、ございます。